随分ノリノリだな。何聞いてるんだ？バンプオブチキンの天体観測、懐かしいでしょ。見えないものを見ようとして望遠鏡を覗き込んだ。なんてフレーズ、一体何食べて育ったら思いつくのかな。そういう独特な表現がファンの心を掴んでいるんだろう。本来見えないものを見ようとするなんて無謀なのにね。そうでもないぞ。一見無謀にも見えるかもしれないが、工夫すれば普段見えないものもちゃんとこの目で確認できるんだ。例えば、ブラックホールとかもそうだよな。え、何急に、何の話？待て、怪しむなよ、私は科学の話をしてるんだ。ブラックホールって、あの光も逃げられないすごい重力のやつだよね。こいつは本当に謎ばかりの天体で、どうやって生まれるのか。どんな風に存在しているのか、今回はそんな様々な理論を紹介しよう。生まれ方すら確定できないなんて、私たちが生きてる間にどれか一つでも解明されるのかな？なんと最近、ブラックホールが生成される瞬間を見ることができたんだ。誕生の瞬間をリアタイ視聴できたってこと？なんかそういう言い方をすると軽く感じるな。これまでの理論では、超新星爆発がブラックホール誕生の鍵を握ってると思われてたんだ。超新星爆発、名前だけは知ってるよ。まあ、詳しいことは後にしよう。ブラックホールといえば、超高密度のコンパクトな天体だ。他に似たような特徴がある星として、中性子星というものもあるんだぜ。超高密度でコンパクトってどれくらいなの？中性子星で言えば、ティースプーン1杯で山1個分の質量ってところだな。あのね、さすがに冗談が過ぎると思うよ。冗談じゃないんだがな。ブラックホールはそれよりも高密度だぞ。こいつらはさっきも言った通り、超新星爆発で誕生すると思われていたんだが、その証拠が7500万光年先の渦巻き銀河で確認されたんだ。こんな広い宇宙でよく見つけたな。まずそこに驚いちゃうよ。これまで超新星爆発がリアルタイム観測されたり、超新星爆発の後にしばらくしてからブラックホールや中性子星が見つかったことはあるんだ。ふむ、そこまでは観測してたんだね。だが、超新星爆発の跡地でブラックホールや中性子星が生まれる瞬間を確認したことはない。それが今回見つかった、史上初の快挙だぜ。マジか、とんでもない大発見じゃん。それで具体的にはどんな話なの？発端は2022年5月、南アフリカのアマチュア天文学者によって、7500万光年先の渦巻き銀河で起きた超新星爆発、SN2022JLI が発見されたんだ。いつも思うけど、星の名前って有名なやつ以外ややこしい名前をつけがちじゃない？超新星爆発は英語でスーパーノバと言うんだ。SN はここが由来になっているぞ。頭のローマ字で種類がわかるんだ。他の天文学者はすぐ、SN2022JLI の観測を開始したんだ。そこでクイーンズ大学の研究チームが、観測を続けているとその明るさが予想通りに弱まって、12日周期で明るくなったり暗くなったり繰り返すようになったと報告したんだ。こういった周期的な変動が観察されたのは史上初のことだったんだよ。これまでは周期的な変化は見られていなかったんだな。この結果がブラックホール誕生とどう関わってくるんだ？周期的な挙動というのは、超新星爆発が何かを残したことを示すサインと解釈できるんだ。周期的な挙動っていうのが誕生の手がかりになる現象ってことだね。ああ、それに天文学者にとって一つラッキーなことがあったんだ。それはこの爆発した SN2022JLI に、パートナーである星が存在したそうだ。リア充だったってことか。文字通りリア充爆発。宇宙にまでヒリア概念を持ってくるのはやめてくれないか。こういうパートナーの星を伴星と言うんだが、 SN2022JLI の伴星は爆発によって吐き出された物質の影響を受けポンと膨らんだんだ。膨らんだって大きくなったの？ああ、爆発によって周囲に撒き散らされたあらゆる物質が伴星に吸収され伴星が大きくなったんだ。そして超新星爆発の後に残されたコンパクト天体は、その膨らんだ大気の中を移動するようになる。コンパクト天体って何？コンパクト天体っていうのはその名の通り小さい天体だ。ブラックホールや中性子星のことを指すぜ。そのコンパクト天体が膨らんだ大気の中を、あんまりイメージがつかないかも。伴星が大きくなったといっても、ガチガチに固まっているわけじゃないんだ。爆発によって撒き散らされたものの、ほとんどはガスや塵と言われている。あ、じゃあふわふわとガスとかがまとわりついて大きくなったって感じなのか。そういうことだぜ。この時、コンパクト天体はガスや塵を奪い取って、大量のエネルギーを放出するんだ。この現象は、超新星爆発の残骸となる天体が、重力が強いコンパクト天体じゃないと成立しない。周りのガスや塵を吸収しないといけないもんね。ああ、これが超新星爆発の後に、中性子星かブラックホールが誕生する直接的な証拠だ。
すごい本当にリアタイ視聴してた。超新星爆発が、ブラックホールや中性子星を作るのは分かったけど、そもそも超新星爆発ってどうやって起きるんだ？それについては、恒星の一生から説明した方がいいかもしれないな。どういうこと？超新星爆発っていうのはな、恒星の最後の姿の一つなんだ。星っていうのは、生まれた瞬間にその一生がほぼ完全に決まっているんだぜ。外部からの影響などがない限り、基本的に最後の瞬間まで一本道だ。私たちはいろいろ選択したりして分岐ができるけど、星はそうもいかないんだね。ああ、じゃあそんな恒星の一生について詳しく見ていこう。そもそも恒星という言葉の定義は知っているか？太陽みたいな星だよね。そうだ、恒星は自分自身で光っている星を指す。地球や惑星は、太陽のような恒星の光を受けて光っているから違うんだよね。その通りだぜ、まずはその恒星が生まれる瞬間からだ。宇宙空間にはガスの密度が高い場所があるんだが、そんな場所では重力が高まるんだ。なんとなくイメージはつくよ。重力が高まった場所ではさらに周囲にあるガスを集めるぞ。そしてさらに重力が高まりガスを集め、と繰り返される。こうして大きくなり続けると、一番初めの星、原始星が生まれるんだ。文字通り原始の星なんだね。その後もガスを集めていくんだが、原始星が重たくなっていくと、原始星の中心核が高温高圧の環境になっていくんだ。ふむ、ガスが集まったところに原始星が生まれるっと。中心核の温度や圧力がある一定の基準を超えると、核融合という反応が起きるんだぜ。核融合って聞いたことあるよ。核融合っていうのは、水素のような軽い原子核同士がくっついて、ヘリウムなどのより重い原子核に変わる現象だ。原始星は核融合によって得られたエネルギーを放って、安定して輝き続ける恒星という天体になる。なるほど、これが恒星の誕生だな。ここで言えるのは、質量が一定以上重くないと恒星になれないってことだ。中心で核融合が起こって恒星になるほどまでに、中心の温度圧力が高まるためには、最低でも木星の75倍程度の質量が必要になるんだぜ。ということは、一番小さい恒星でも木星の75倍以上重いってこと？そうなるな。さて、無事原始星が恒星に進化したところだが、恒星にも種類があるんだ。どれくらい大きい恒星に進化したかで、4つの運命に分けられるぞ。ちなみに、恒星の一生はこの生まれた時の重さによって決められているんだ。小さいものから説明しよう。よろしく。まずは褐色矮星だ。矮星というのは小さい星という意味だから、その名の通り褐色の色をした小さい星だな。小さいって言っても木星の75倍もあるんでしょ？褐色矮星は、木星より13から75倍の範囲の質量を持つ、ガス天体からできるんだ。こいつはかわいそうだが中途半端な天体でな。中心核の温度と圧力はガス惑星より高いから、核融合を起こすこと自体はできる。内部では重水素という水素が核融合を起こすんだが、これがすぐに尽きてしまうんだ。せっかく恒星として生まれたけど、短命ってことか。ああ、褐色矮星は生まれてすぐは核融合で輝くことができるんだが、それもすぐに終わり、残りの人生は他のガス惑星と同じように輝かない星として一生を終えるぞ。なんだか寂しいな。次は赤色矮星だ。また矮星だ、これも小さい星なの？そうだぞ、赤色矮星は恒星の中で最も質量が小さくて、表面温度も低い赤い星だ。こいつは中心部がそこまで高温高圧じゃないから、核融合も緩やかに起こるんだぜ。核融合がゆっくりってことは、放出するエネルギーも小さく、ひっそりと長生きするんだ。褐色矮星は短命だったのに、色が違うだけでこんなに寿命が違うんだ。色が違うってことは温度が違うとも取れるんだ。まあ、結局は核融合が連続的に引き起こされているってことと、それによって放出されるエネルギーの量に関係するんだがな。じゃあ赤色矮星は表面温度が低いって話だったけど、褐色矮星よりは熱いんだね。ああ、恒星の中では低いってだけでちゃんと熱は持っているぞ。そういえば赤色矮星は長生きって言ってたけど、どれくらい長寿なの？こいつらの寿命はなんと数兆から十数兆年と言われているぞ。宇宙の年齢より長い人生だ。宇宙以上はさすがに長生きしすぎだと思う。赤色矮星は最終的に核融合を起こせる物質を失うと、エネルギー源が枯渇した恒星の核の物質から構成される白色矮星という天体へと進化するんだ。赤から白になるんだ。紅白なんてめでたい星だな。まあまだ最後の姿じゃないから、続きを話していくぞ。この白色矮星はもともと恒星の核だから、最初は表面温度も高温で青白く輝いている。でもさっきも言った通り、エネルギー源が枯渇している星だから徐々に冷えていくぜ。最終的には光を放たない黒色矮星になると言われている。
え、赤から白になったと思ったら黒くなった。そんなに姿が変わるものなのか。じゃあ次は、太陽や太陽質量程度の恒星の一生だ。お、私たちの太陽、太陽はどんな一生をたどるんだ？太陽は木星の1000倍も質量が大きいんだ。赤色矮星と比べるとかなり重い恒星ってことだね。ああ、この程度の質量を持つ恒星は、表面温度が4000から6000度ほどあるんだが、色も黄色に近い色で輝いて見えるんだぜ。確かに太陽もイラストに描くと、赤とかオレンジのイメージだけど、肉眼で直視したら白っぽいというか黄色っぽいって聞いたことあるよ。太陽を直視するのは目に悪すぎるから、本当にやめておいた方がいいぞ。こいつらの寿命は億年単位で、太陽も120億年程度と考えられているんだ。へぇ、太陽って今何歳くらいなの？46億歳だ。改めて考えるとまだ折り返してもないな。太陽のような恒星は、その一生が終わりに近づくにつれて膨張していくんだ。巨大で低温な、赤色巨星になると考えられているぜ。膨らんで巨星に。太陽が膨らんだりなんかしたら地球が危ないんじゃないの？ああ、太陽は最終的に今の200から250倍の直径にまで膨張して、地球すら飲み込む可能性もあると言われているぜ。太陽の一部になっちゃうってこと？逃げないとやばいんじゃ。まあその頃まで人類が続いていればの話だけどな。ちなみに赤色巨星は膨張はするものの、質量が増えることはないんだ。だからその表面の重力はどんどん弱まっていく。このフェーズまで来るとガスが表面にとどまらなくなって、勢いよく大量に放出してしまうことになる。恒星からガスがものすごい勢いで放出されるってこと？ああ、この放出によって宇宙には美しいアートが出現するぜ。え？どういうこと？ガスが散らばるだけでしょ？惑星上星雲と呼ばれる星雲が生成されるんだよ。有名なのは M57 という惑星上星雲だ。うわぁ、めちゃめちゃ綺麗なグラデーションだね。他にもカニ星雲やキャッツアイ星雲、M78 なんかはウルトラマンのふるさとの星として有名だぜ。星雲って綺麗だけどなんか可愛い。キャッツアイ星雲なんて、宇宙に猫の目があると思うと可愛さが増すね。この星雲たちの中心部には核のように白色矮星があるんだ。赤色巨星がガスをまき散らして惑星上星雲を形成した後は、赤色矮星と同じように、最終的に白色矮星へと進化するんだ。白色矮星は亡骸一歩手前の姿ってことなのかな。そうだな、あとはエネルギー源がなくなっていくのを待つだけの状態だからな。じゃあ、太陽レベルの星は赤色巨星になってガスをまき散らして、白色矮星になるってことなんだね。一様で表すと波乱万丈感が否めないよな。惑星上星雲すごかったなぁ、まるで宇宙の芸術家みたいだ。これまでに説明した星たちはみんな白色矮星になっていただろ？そうだね、最後はエネルギー源が枯渇していくのを待つだけの老衰のような姿だったよ。そいつらはもともと、せいぜい太陽の8倍程度までの質量しか持っていないんだ。さあ、最後は大質量星の一生だ。大質量星とは太陽の8倍以上の質量を持つ星だぞ。この8倍以上っていう数字が一つの線引きになるのか。ああ、先に話してしまうが、これから説明する大質量星は超新星爆発の候補者たちだぜ。爆発候補者？今までの星たちよりも質量が大きい恒星は、中心核が超高温高圧になるんだ。そのため核融合が激しく起こり続け、これまでの恒星と比べるとサイズも桁違いに大きくなるぞ。表面温度も7000度以上、本当に高いものだと数万度という途方もない高温になる。つまり青白く輝いて見えるんだ。温度が高くなるにつれて青白くなるのは炎と一緒だね。青い火の方が温度が高いのは、理科や家庭科でも習ったよな。大質量星も徐々に膨張し温度が下がるんだが、赤色巨星を超える赤色超巨星へと進化するぞ。超がつく巨星、一体どれくらい大きいの？例えば有名なベテルギウスという星があるが、こいつも赤色超巨星だ。こいつは太陽の1000倍の大きさを誇るぞ。ベテルギウスってオリオン座の左肩だよね。肉眼でも赤く見えるの？もちろん、目を暗闇に慣らしてから、暗い場所でじっくり眺めるのがポイントだ。ちゃんと赤く輝いているぞ。ね、今度一緒に見に行こうよ。喜んでお供するぜ。さて、赤色超巨星のコアの部分でも、核融合反応がどんどん進んでいくぞ。核融合は水素と水素がくっついてヘリウムに、水素が減ってくるとヘリウム同士がくっついて窒素に。窒素が酸素になり、ネオン、マグネシウム、ケイ素、鉄。こんな感じでどんどん連鎖的に反応が起こっていくんだ。へぇ、私てっきり元素の周期表通りに変化していくのかと思ってたよ。核融合の最終着点は鉄なんだ。鉄以上に重い金属元素は作ることができない。なんで鉄が最後なの？鉄は全ての元素の中で最も安定した原子核を持った元素だからだ。
核融合も核分裂も、どちらも鉄が最終的な産物になる。なるほど、安定している状態って結構重要なんだね。それに鉄までは発熱反応なんだが、鉄よりも重い原子核生成は吸熱反応を起こすんだ。吸熱反応になると核融合が進まなくなるんだぜ。なぜ鉄なんだ、と聞かれると。宇宙がそう言っているからそうなんだ、なんて答える人もいるみたいだぞ。なんか都合がいい気もしなくもないけど、宇宙だしなぁ。さあ、大質量星のコア部分で最終的に鉄が生成された。この後ついにあの超新星爆発が引き起こるぞ。うお？ついに爆発だって、なんで鉄ができたら爆発するんだ？鉄が生成される状況まで来ると、中心核の部分は圧力が急激に低下するんだが、重力に耐えられなくなった星は一気にぐしゃっと潰れて、その反動でドカンと星ごと吹き飛ばす大規模な爆発が起こるんだ。星ごと、一体どれだけのエネルギーなんだ？この超新星爆発は、宇宙最大のエネルギーを持つ現象と呼ばれるほど凄まじいものだ。なんとたった数日間で、太陽が一生かけて放つエネルギーと同等のエネルギーを放出するそうだぜ。とんでもない脅威。地球が巻き込まれたらひとたまりもないんじゃない？他の惑星や太陽にだって大きな影響を与えるだろうな。超新星爆発の後はコンパクト天体が残るって話だったよね。ああ、爆発の瞬間で恒星の中心核はものすごい勢いで圧縮される。白色矮星なんて比にもならないくらいの密度を持つ中性子星や、その中性子星すらも圧縮するほどの重力を持つ、ブラックホールの誕生だ。これをリアルタイムで観測したんだ。史上初の快挙って本当にその通りだな。太陽の8から30倍の大質量星は、超新星爆発の後に中性子星を。そして30から100倍以上の大質量星は、ブラックホールを生成するんだ。100倍以上の星はどうなっちゃうの？太陽の100倍以上の質量を持った超大質量星の場合は、最後に追不安定型超新星、というタイプの爆発を起こすぞ。中心に何の跡形も残さない大爆発が、超大質量星の最後の瞬間だ。大きすぎると、白色矮星どころか中性子星もブラックホールも残さず消えてしまうのか。ただ、太陽の100倍を超える質量の星はそうそう存在するものじゃないんだ。珍しい星の最後の姿だから、簡単に観測できるものじゃないんだぜ。あ、じゃあ理論的なものでまだ見つかってない感じなの？いや、SN2007BI という超新星が、この追不安定型超新星だと言われている。こいつは通常の超新星爆発の約40倍もの明るさを持ち、爆発の明るさが最大に達するまでにかかった時間も、通常の約3倍もあったんだ。超新星爆発がここまで明るくなり、ここまで長く時間がかかったことを考えると、極めて質量の大きい星だったに違いない。と、カリフォルニア州、ローレンス・バークレイ国立研究所の宇宙物理学者は語っているそうだ。いつかこの追不安定型超新星もリアルタイムで観測できるといいな。そうだな。それにこういった爆発では、その星が持っていたガスや塵が宇宙空間にばらまかれることになる。これらが未来の星の種になることも考えられるんだ。その瞬間を確認するってことは、宇宙の進化についての理解に近づくことだと私は思うぜ。現象一つに注目しても全てに繋がっているみたい。途方もない気分になるよ。ブラックホールの作り方は分かったけど、そもそもブラックホールってどんな星なの？というか、星って呼んでいいの？まあ、天体という意味では星と言っていいんじゃないか？ブラックホールっていうのは、皆も知っているだろうが高密度で重力が強すぎる天体だ。この宇宙で一番速い光でさえも逃げることができないぞ。光で照らすこともできないから真っ黒な穴に見えるんだよね。ああ、私たちは暗いところで物を見るときに、対象を懐中電灯とかで照らして確認するが、ブラックホールにはその手が通じないってことだな。だが、人類は2019年にブラックホールの撮影に成功したんだぜ。光ってないのに見ることができたの？これはブラックホールそのものを撮影したわけじゃないんだ。ブラックホールの後ろに光源があって、いわばブラックホールのシルエットを撮影したものなんだよ。なるほど、後ろが明るければ影となって見えるもんね。あとはブラックホールといえば、気になるのはその内部とかだな。え、もちろん気になるけど、もしかしてもう解明されているの？いや、現代ではまだ解明されていないが、わからないなりに理論は構築され続けているぞ。まずはブラックホールの特異点だ。特異点？特異点というのは、ある基準やある一般的な手順を用いて説明することができない点のことだ。いわば、宇宙を理解するために使う数式が適用できない場所のことで。特異点はブラックホールの中心部分になる。中心部分に数式が適用できない場所があるってことか？ああ、中心部分には、密度と重力が無限大になる場所があるとされているんだ。無限大って、めちゃめちゃ非現実的じゃない？意味わかんないよ。さ
さらにブラックホールの特徴によって、特異点の形も変わるんだ。ブラックホールが自転していなければ特異点は中心に存在して、自転をしていれば中心部にリング上に存在するんだ。確認できていないとはいえ、特徴によって形が違うことまでは研究されているんだね。これも実際に確認できると楽しいのにな。まだまだ先の話になるだろうな。次は事象の地平面だ。点の次は面。事象って何を指してるのかな？これは相対性理論で扱われる概念なんだ。事象の地平面、この地点は光が脱出できるかできないかのボーダーラインだ。つまりどういうこと？事象の地平面の外側にいれば、まだ光は脱出することができる。だが内側に入ると巨大な重力によって外に逃げられなくなるんだ。だから事象の地平面の内側は、真っ暗な闇にしか見えなんだぜ。事象の地平面は、ブラックホールに囚われる直前のデッドラインなんだね。そうだな、ただ事象の地平面に何か目印みたいなものがあるわけではないんだ。内側に侵入したものは、そのまま特異点まで落ちていくって感じだな。危なすぎる。ここから先、事象の地平面内側のため注意、っていう看板を立てる必要があるんじゃない？そこで引き返せるほどの速度で動けていればいいが。あとは硬着円盤だ。これはブラックホールの周りにある円盤状の構造のことだぜ。ガスや塵が周りにあるんだ。ブラックホールの周りって何もないと思ってたけど、結構いろんなものがあるんだな。この硬着円盤だが、摩擦熱で加熱されて輝いているぞ。さっきブラックホールの撮影の話をしただろ？これも硬着円盤の光で浮かび上がったブラックホールを撮影したものなんだぜ。ブラックホールって真っ黒なのに、周りは輝いてるって不思議な天体だな。じゃあせっかくだし中性子星の特徴も説明しよう。こいつらは名前の通り、子星分は中性子だぜ。中性子星って名前つけられておきながら、中性子が入ってなかったら詐欺だもんね。質量の大きな恒星が進化した最晩年の天体で、太陽ほどの質量でも直径が20キロと非常に小さいんだ。ちなみに、大気は1メートルほどしかないぜ。身長よりも低い位置までしか大気がないのか。ずっとしゃがんでないといけないのは辛いよ。中性子星の大気はプラズマだから、どちらにしろ生きられないんだぜ。そしてブラックホールほどじゃないとはいえ、中性子星も密度が非常に高い天体だ。ティースプーン1杯で山1つ分の質量だっけ？ああ、よく覚えてたな。中性子星で1メートルの高さから落ちると、落下速度は720万キロも出るぞ。ひえ、秒じゃん、もはや想像もできないよ。自転速度も非常に速くて、時速2億キロ以上で回転する中性子星もあるらしいぞ。マジでとことんレベチな天体だな。宇宙には結構な数存在するの？太陽の8倍から30倍程度の恒星の最後の姿だからな、かなりの中性子星があると考えられる。正確には分かってないが、太陽系のある銀河系だけでも1億個ほどあると推測されているぜ。なるほど、それってそれだけの数の超新星爆発が起こっているってことだよね。さらに超新星爆発は、宇宙の研究においてとても重要なんだ。例えば、宇宙の元素の秘密だって暴くことができるかもしれないぜ。宇宙の元素の秘密？宇宙がまだできたばかりの頃、宇宙には水素とヘリウムしか存在しなかったとされているんだ。そこで密度が高い場所で原始星が生まれて、核融合が起こって、鉄までの様々な元素が生成されるんだよね。ああ、超新星爆発の残骸を観察することは、宇宙の元素の成り立ちを明らかにすることにつながるんだ。爆発時のガスには1000万度のプラズマが充満していて、X 線が放射されているんだが、これを観測すれば爆発の残骸の中身がわかり、元の星の構成を推測することができるんだぜ。時間を遡って爆発する前の状態までたどれるんだ。しかも残骸の周りでは、爆発の衝撃波で加速された電子を観測することもできるんだ。これは宇宙線の起源と言われていて、宇宙線が発生するメカニズムを、超新星爆発の残骸を観測することで、解明することができると言われているぜ。星の一生やブラックホール誕生の話だけじゃなく、宇宙船の起源まで手を伸ばせるんだね。超新星爆発っていろんなことにつながる現象だな。宇宙規模の爆発だからな、いろんなところに影響するんだろう。ところで最近の研究ではどんな超新星爆発が確認されてるの？そうだな、2022年に24億光年先で、とんでもない超新星爆発の存在が確認されていたな。とんでもないって、どれくらい？観測史上最強のガンマ線バーストを放出していることが分かったんだ。ガンマ線バーストっていうのは、中性子星同士や中性子星とブラックホールの合体によって、発生すると考えられているものだぜ。ガンマ線バーストを。ガンマ線って放射線の一種だよね？ああ、ガンマ線光子1個は可視光100万個よりも強力だぞ。
この地球の大気に衝突して、電離層を撹乱していたことが判明している。地球の電離層撹乱って、24億光年先から。もっと近くでこの爆発が起こっていたら地球はかなりヤバかっただろうな。生きているうちに超新星爆発が近くで起こらないことを祈るよ。そうだな、そういえばオリオン座のベテルギウスはもうそろそろ爆発するっていう話題もあったな。あ、なんか聞いたことあるかもしれない。地球からも見えるんだよね。短くても3ヶ月は強い光を発するようだぜ。なんか、夜がなくなるみたいな話題も聞いた気がするよ。ああ、半月と同じくらいの明るさに達するだろうと予測されているからな。夜空に月が2つある感じになるんだろう。ちなみに、ベテルギウスの最後は中性子星になると言われている。ベテルギウスまでの距離はだいたい550光年ほどだから、この距離の星が超新星爆発を起こしたら、中性子星誕生の瞬間をリアタイ視聴できるかもしれないな。地球への影響も心配だけれど、観測はぜひしてほしいな。観測ができれば、宇宙の謎がまた一つ解き明かされるかもしれないな。